公共曲第7番イチョ,ウチョウ作品92は、ルートビヒバンベートーベンが1811年から1812年にかけて作曲した公共曲。リズム重視の曲奏から現代においても人気が高く演奏される機会が多い。第5番や第6番における様々な新たな試みの後に、再び正当的な手法による公共曲に回帰した作品である。 ワーグナーは、各学章におけるリズム動機の活用を指して、この曲を舞踏の成果と絶賛している。その一方で、ウェーバーは、ベートーベンは、今や精神病院行きだとの言葉を残し、ワインガルトナーは、他のいかなる曲よりも、精神的疲労を生じさせると語っているなど、音楽家からの評価は様々である。作曲は1811年から1812年にかけて行われ、 初演は1813年12月8日、ウィーンにてベートーベン自身の指揮で行われた。同じ演奏会で初演されたウェリントンの勝利の方が聴衆の受けは良かったとされるが、それでも初演は成功であり、第二楽章はアンコールを求められた。古楽やピリオド楽器の研究の影響がベートーベンの演奏にまで影響し始める以前の伝統的なモダン楽器による演奏では、 1> 第1.34楽章のすべての繰り返しを含むと約42分とされる。ただしすべての繰り返しが行われる演奏は少なく、その結果40分弱の時間で演奏されることが多かった。カラヤン、ベルリンフィルなどでは35分起きる時間で演奏されている。近年はかつては早すぎると考えられていたベートーベンのメトロノーム指示と作曲当時の 演奏習慣を尊重する傾向が強まり、すべて繰り返しを行っても40分を切る演奏も増えている。第3番のような拡張されたホルンのパートはなく、第5番や第6番のようにピッコロやトロンボームを動員することもなく、第9番のような合唱はもちろん使用されていない。また処方も第3番や第9番に比べて明瞭であり、古典的な還元楽と言える。 第8番の初演で一緒に演奏された際は、木管楽器が倍、弦楽器は、バイオリン各18、ビオラ14、チェロ12、コントラバス7、さらに出版符にないコントラファゴットも2本加わるという、当時としては巨大な編成であった。古典的な公共曲の形式に従うが、感情学章では、通例、遅くなどと指定されるところを、やや早くと指定されている。また、 全曲を通して、リズムが、支配的であり、心良い速度で全曲を駆け抜けていく。実質スコアは現存しており、ポーランドのクラクフやギエオット書館に収蔵されている。これは戦前ドイツにあったものが、第二次大戦の際に戦火を避けて疎開させられ、ドイツの敗戦後ポーランドに接収されたためである。初版は1816年、シュタイナー社から、 公共曲では初めてパートフとスコアの両方が出され、シュタイナーで構成を担当していたピアニストで、ベートーベンから悪魔と呼ばれたアントン・ディアベリが出版用筆者スコアを準備した。それまでの公共曲に比べて、第7番に関する資料は、ベートーベン自身が修正したものが多く残っており、ベートーベンが書きたかった、避けたかった、交代を知る手がかりとなる。20世紀末に残存する、 原点資料の点検が行われ、ベ連レンライター出版社が、ジョナサン・デルマーの工程で、ブライト・コプ・フーンとヘルテル社も、ベーター・ハウ・シルトの工程で、新しい原点版を出版した。また、ボンのベートーベン研究所が編纂する新ベートーベン、全集版も、ベートーベンの生誕250年となる2020年に、ヘンレ社から刊行された。資料が多いため、 どの資料を重視するかによって譜面は変化する。三社が出した原点版もほぼ同じ資料によりながら相違点がある。ブライトコプフ社の旧米答弁全集の版は出版されて以来一世紀以上にわたって多くの指揮者、団体が使用してきたが第二学章の最後のバイオリンパートにある子の指示がある。その部分の少し前から続くピチカートからある子に 切り替えるものであるが、エイリヒクライバー、カルロスクライバーなど一部の指揮者は、ピチカートのまま引かせている。これは、実質スコアを参照した結果、書き消され見にくい、当該部分を、アルコなしと判断したからとみられる。同じ部分について、ブライトコプフ社の審判は、同社旧版と同じだが、ヘンレの新前終盤及びベ連レンライター版は、原点資料で一致した寄付として、 275小説のある子を276小説に移している。舞踏の成果と評された本作だが、ドイツのバレエの振り付けや、上ショルツが、バレエ、ベートーベン公共曲,曲第7番を制作している。ショルツは、公共曲など絶対音楽に物語をつけず、音楽の表現を舞踏で表現したシンフォニックバレエを多く手がけた。バレエ、 ベートーベン公共局第7番は1991年4月26日に、シュトットガルトバレエ団によって初演された。その際には、カルロス・クライバー式、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の1975年1976年クオンド・イツ・グラモ本番が、使用された。ありがとうございます。